こんにちは。2月22日週刊仮想通貨ニュースです。前回撮影日2月8日が4万5000ドルだったんですけれども、2月21日現在は3万7000ドルということでですね、前回言っていましたのはこちら、まあ、飛び乗るなと、上昇は騙しだ、ビットコインまだ買うなと言ってましたので、的中とさせていただきます。まあ、希望的観測で上行けばいいなというふうには言ってたんですけれども、基本的にはまあ下、冷やし雲に弾かれてですね、下に行ってしまうというシナリオの方が的中しましたということですね。はい、で今週も非常に難しい相場展開になっているんですけれども、ニュースを紹介させていただきまして、そして価格の予想もしていきたいと思います。はい、ではその本題に入る前に一つだけ神尾 TV から重要なお知らせをさせてください。今まで神尾 TV ではコロナに関連する日本のマスコミが報道しないような情報とのですね、まあ、やばすぎる裏話なんかが出たんですけれども、はい、それやったらダメということで YouTube さんに怒られました、ね、そして今はもうね規制ができまして、テレビで言ってるような内容しか言ってダメとか、ね、その反対意見とかは一切 YouTube で言うなという規約ができてしまいました。すごいことですよ。なのでもうね、コロナに関して自由に発言できなくなってしまったので、今は別の動画サイトで最新情報をお届けしております、はい、やっております。YouTube で内容がやばすぎて消されてしまった動画も実際あるんですけども、そちらの動画サイトで復活させております。メルマガでのみ動画見る方法をお知らせしてます。YouTube で本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにもまだの方はぜひメルマガを登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。お願いします。お願いします。もちろん一切費用かかりません。完全に無料です。そしてその消された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしいお話となってます、うん、特に女性の方は必ず一度は見ていただきたい内容となってます、うん、ちょっと面倒くさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますがメルマガの登録をよろしくお願いいたします。お願いします。こちらビットコインの冷やしなんですけれども、今回、まあ、値動きの予想としましては結論から言うとですね、まあ、こういうふうにいくんじゃないと、はい、でここでどうなるかもう分かりませんということですね。まあ、チャンネルもしくはこの前回の安値ね、前回1月24日の安値、ね、3万3000ドル、3万4000ドルぐらいを試しに行くんじゃないかということですね。下降に優位性があるわけじゃないんですよ、うん、ただもう上昇に優位性がなすぎる状態だということですね、はい、そこら辺、説明させていただきますけれども、まずは大きな目線で見てね、うん、ファンダメンタルの目線で見ると、まあ、ウクライナの問題がものすごいリスクオフになってて株価が落ちまくってるじゃないですか、はい、はい、でまあ、そちらも急速に平和になるとも思えないですよね、ここまで大ごとになっといて、うん、で、まあ、よくはなっていくかもしれないんですけれども、いつでもまあ火種は残っているような状態になるので、もしですね、まあ、そういうヘッドラインニュースが流れてくると株価下がりやすい。そして今ですね、うん、ビットコインとナスダックの相関係数がもう 0.77 いってるんですね。ほう、うん、でこれは 0.7 以上いると非常に強い相関関係があると、うん、まあ、同じような値動きしてますよっていう話になるんですね。仲良いってこと、仲良し仲良し、はい、ここと7分したみたいな、ね、0.25 ぐらいちゃうか、あ0.5 あんま仲良くないやん相関があるという話ですよ相関というのはお互い影響し合ってますので、はい、あの片っぽが動くと片っぽも動くというものなんですよ。一つが一つの影響を与えるわけです。株とビットコイン、いや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 株とビットコインやったら、はい、もうどっちかが動くとどっちかが動くという関係でもありますので、あの神尾さんはどっちかというと不動なので動かないでしょ、僕とは相関関係あんまりないと思いますそういう意味では僕は右往左往してますけどね。まあそれは置いといてですね、うん、今ビットコインと株どちらが下がっても下げやすいという状態になってるんですよ、はい、はい、でですね、これね、あのちょっと前は2年ぐらい前までゴールドと非常に相関関係が高かったっていう時期もあったんですけれども、うん、今は株とものすごい相関関係が高くなっているということですね。じゃあもうリスク資産みたいなってことね、リスク資産ですね、残念ながらね、うん、まあ、その理由はですね、まあ、こちらですね、まあ、ゴールドの時価総額と、まあ、その他2位以下の資産の時価総額って全然桁が違うわけですよ、うん、まあ、アップルでも2トリリオンですけれども、まあ、ゴールドはですねアップル6個分ぐらいかな、うん、4個分ぐらいかな、まあ、4から、まあ、そんぐらいなんですけれども、あのビットコインってまだ今10位なんですよね、うん、つまり、まあ、メタ
Facebook とか TSMC には買ってるんですけれども、一つの資産としてはまだ時価総額が少なすぎるんですよ、うん、だから、まあ、株とか他の市場にものすごい影響を受けちゃうっていうものになってるんですね今、うん、で特に今株の影響を受けまくってて、まあでも実際は中身は全然違うものだよと。本来はですね、戦争とか金融危機とか起こったらビットコインに多分変えたがるもんだと思うんですね。ウクライナとロシアの人が一番ビットコイン持ってます、比率としては、はいはい、日本なんか 1% ぐらいです。日本人の中で 1%、2% ぐらいしかビットコイン持ってないんですけれども、うん、ロシアの人、ウクライナの人は 15% ぐらい持ってます、うん、まあ、ちょっとそれは言い過ぎですけど 12% とか持ってます、うん、だからここからですね、もし危機に陥っていったらビットコインやっぱり変わりやすい状態にはなると思うんですけれども、世界中のこの資産の中でやっぱりこんだけの時価総額しかないっていうのはやっぱりアメリカ株、まあ、ものすごい強いですよね。サウジアラムコ以外は全部アメリカですからこれ、はい、っていうところで見ると、うん、株とまだまだ連動するんではないかということですね、うん、ビットコイン単体の、まあ、データで見るとですね、ハッシュレートはもう過去最高値を超えています、最高値を超えています。つまりものすごいみんな掘ってるってこと、うん、もう掘りまくってるってこと。今こんなに戦争状態やのにウクライナとベラルーシなんかものすごい蔓延休業あるんですよ。だからそこが止まってないってことですよ。中国がねダメになったから、まあ、みんな近いからねベラルーシとかウクライナに移ったんですよ、うん、それが動きまくってるってことを表してます。でこちらディフィカルティ、ディフィカルティも過去最高値です。はい、はい、ビットコインのファンダメンタルとしてはものすごく良くなっている。そしてですね、非流動性サプライです、うん、っていうのは動いてないビットコインの、まあ、数値を表しています。これがですね、もうオールタイムハイを超えてどんどん、うん、動いてないビットコインが増えているんですね。要は持ってるだけってことですか。持ってるだけっていうことです、うん、だから今何が行われているかというと、うん、大口がめちゃめちゃビットコイン買って、うん、はい、そして、まあ、取引所から自分のウォレットに入れて動かしてないってことなんですよ、うん、はい、はい、なので株の影響でこうやってダーって下げてます。これ株がね、ニューヨークダウ、S&P500、ナスダック、ビットコイン、同じようなチャートになってるじゃないですか、もうここら辺ね、うん、でもうこれ完全に影響されてますが、しかしビットコインの中身としてはビットコインを買ってる人たちとしてはもうこれも上がります、そのうち上がります、 1,2、うん、年もずっとガチをしますという覚悟で大口さん買ってるわけですよね、うん、グラスノが出してくれてるデータなんですけれども、こちらが非流動性サプライのビットコインの数ね、うん、そしてこれが価格ね、ものすごい乖離があるじゃないかと、うん、これが埋まっていくのではないかというようなことをグラスノが言ってるわけではないですよ、まあ、僕はそう受け止めているというだけです。しかし、まあ、それがどんだけ時間がかかるのかはわからない。このウクライナ危機とかが少なくとも終わってからじゃないのとは思いますんで、うん、まあ、データ的にはいいんだ、いつぶっ飛んでもおかしくないんだ、もしかして昇竜拳が入るかもしれませんが、基本的には冒頭に言いました通り、まあ、ここ割れたらもうやばいよねっていう水準に入ってます、うん、なので、ここからですねロングでついていこうかっていうのはやばい、はい、まあ、レバーかけて FX でとかはダメなんですが、前回ですねビットコインの恐怖と欲望指数、うん、これがですね、まあ、30代あたりまで行ってたわけです。40代あたりまで行ってたのかな。その前の前の週ぐらいがですね11あたりやったんですよ、うん、ものすごい恐怖に包まれてた。その時は買ってたよかったよね、上がったよねって言ってたじゃないですか、先々週も、はい、で今週も20行ってます。だから現物でちょいちょい買っていくにはおそらくいい時なんでしょうね、うん、こちら月足です。でずっと言ってますけれども、まあ、このままですね半年ぐらい低迷しても何らおかしくはないよっていうふうに言ってたんですね。で先々週にもうこの月足をお伝えした時はここ陽線やったんですよ。で、基準線に支えられて陽線出てますよというふうに、うん、まあ、ここから一月あるからどういうふうな展開になるか分からへんけども言ってたんですけれども、今はですね非常に上髭の長い陰線になって、実態でですね基準線を試しに来てるという状態です。だからかなりねやばい、割れたらやばいなというようなところに来てますね。もうここに来たらこの下、先月の下髭のここ、最安値を試しに来ざるを得ない展開になると考えております。まあ普通に考えてですね、うん、暴落してもおかしくない状態ですね、うん、なんでかっていうとあのウクライナの問題でリスクオフ、株価は下げ、そして連動しているビットコインは下げ、かなりまあ下げるかどうかは分からないけども、もう少なくとも上げにくいよねっていう状態ですよね。じゃあこの値動きがあるとしたら下狙ってくるよねっていうような状態になっております。でここですね割れて基準線がですね
レジスタンスになった時がもうかなり、まあ、下目線どこまで下行くねんっていうショート優位のターンの始まりかなと考えておりますね、うん、でその時下がって許容できるのはこの長期のですね上昇トレンドにログスケールで当たりに来るというような状態にも考えれますのでかなり、今ですね、まあ、分岐点かなり分岐点になっていると思いますね。でこちら週足なんですけれども週足は雲で耐えているサポートされるのかどうかっていうところを試している状態になっております、うん、で前回はですねここ強気のヒルンが出たんじゃないかというふうにお伝えさせていただいてたんですけれどもそれよりもですねこちらで下げてきました、まあはい、出たと思いきや出なかったという状態ですね、うん、そして先々週はですねここで雲出たよとちょっとポジティブだねって言ってたんですけれどもヒゲで返されてそのまま落ちていってる状態、うん、やっぱり弱いですね。どちらかというとこちら2021年3月からですね11月まで作ってたこの弱気のダイバーが今週足レベルで決まっていってるというような、相場展開になってると見えます。ごめんね喋る暇がないよね2人ともねなんか気になることあったら聞いてくださいね言ってくださいね、はい、気になるのはもうこれ見てくださってる方は編集されてるかわからないでしょうけど七藤さんが噛みまくってるというかもう日本語喋れてない3年ぐらい人と喋ってなかった、うん、たどたどしすぎていや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 頑張ったね気持ちがなこう上滑りしとんだけど口がついてこへんのよ最近年ですか。いやいやもうみんな心の耳で聞いてほしいね。なんか年です1週間ごとに撮影してますけど、はい、3人とも1週間誰とも喋ってないあまりねほぼほぼ喋ってないんで、うん、そうですね確かにそれは全員大丈夫かこれでですね日足に戻ってきましたけれども日足ではやっぱりまあこういうふうに下試すような展開になるんじゃないかなというふうに思います。はい、うん、綺麗にですねこの雲の、うん、反発が効いてたのかなというふうに思いますね。というわけで今回終わりにさせていただきたいと思います。はい、ということで来週の七藤さんのパーフェクトなビットコインのチャート分析と仮想通貨のいろんなニュースもお届けしていきたいと思います。あと冒頭で言ったようにですねコロナに関連しても皆さんお伝えしたい大切な情報って本当にたくさんあるんですけれどもそれはねもう YouTube で一切言えなくなりましたので、うん、その情報をお送りさせていただくためにもまだの方はぜひメルマガの方を登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。この動画ここまで見られてチャンネル登録まだされておられない方登録もお願いします。お願いします。高評価ボタンを押して応援もよろしくお願いします。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。 Twitter、Instagram などのリンクも貼っております。それではここまで見ていただきましてありがとうございました。七藤さんの滑舌をすくらい七藤のおぎりコーナー。いやいやいやどうやってすくんですか滑舌。東京特許許可局を3回言ってみてください。言えてないよもっと早く。東京特許許可局3回。東京特許許可局東京特許許可局キャリーパンピャン3回言ってください。カミ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 キャリーパンピャンカリキャンピャン いいんすかね僕こんなんで YouTube やってて。すいませんね、なんか思ったより言えないですね。隣の、はい、客はよくかき食う客だ。隣の客はよくかき食う客だ。隣の客はよくかき食う客だ。隣の客はよくかき食う客だいけたな、いけたよな、いけたよな、俺今そんな感じでオリジナルの早口言葉を作ってくださいうま3、2、1七藤さん、オリジナルの早口言葉を言ってください。ドンパツでカビゴンがバスカブカバザブスなんてドンパツでカビゴン乗ったドンパツであドンパツでカビゴン乗ってバスカバスカスーザーズごめんごめんそもそも言えないわかりました、うん、実は編集してない時はこんなんなんですだいぶ怪しいね早口言葉や早口言葉やから編集さんが1秒単位で切り取って成り立ってます。いやいやありがとうございます大変ですね年々大変ですよねいやー本当ね、うん、そういう、まあ、ウクライナ情勢も絡めてみた早口言葉でございます。全然分からんかった、うん、
流行りのねポケモンとかも出ていましたからちょっといい早口言葉年取ると話長くなって言い訳っぽくなるよね本当にそうですよ、ね、滑舌悪くしたね、うん、まあ年取ってきた証拠やいうことで皆さんご愛顧いただければと思います落とせない、うん、落とせない落とせないです大変ですねいろいろ要求することが結構多すぎるし高すぎるよこれからもアルさん僕も老体に向けて頑張りますのでこれからも応援お願いいたしますこの方はチャンネル登録と高評価でお願いします